ここに石で作ったものが2つあるよね。で、こっちのやつ、ごめんなさい、これが特にここでは重要なやつなんだけど、ここにあの月と太陽、あと3匹の猿があります。で、そこを写真が写ってると思うんだけど、こっちが孔子の神様です。で、孔子の神様って、まあ、そこにも書いてあるんだけど、孔子の日っていうのがあるんですよね。昔日本の暦っていうのは太陰暦で、あの十二支を組み合わせてあって、これ猿ですよね。で、その、まあ、孔子の日っていうのがあるんだけども、その日に人間の体の中にいる虫が出てくるそうです。で、その死んだ時にその虫が出てって、閻魔大王、地獄の王様に報告するそうです。この人はこんなことを言った。甘酸っぱい、酸っぱいんだけど、黒くなってると甘いんだよ。で、そっちに七かまどあるけど、七かまどなんかと同じで、お酒につけるとこれもいいお酒になる。甘酢酒、赤いお酒ができる。